ヒューガハンヒューガハンとは、愛媛県南部の宇和島市や西予市明葉町などで作られる新鮮な魚を用いた郷土料理である。新鮮な魚を三枚におろし、刺身にする。いった、白ごまをすりつぶし、刻んだネギ、みじん切りにしたみかんの皮を、みりん、醤油、酒などを混ぜ合わせた調味料に漬けておく。卵を溶きほぐし、調味料と混ぜ、味をなじませた後、 炊きたてのご飯の上にかけて、もみのりなどを振って食べる。さらに、茶漬け風に熱いお茶をかける変形もある。材料となる魚としては、アジが最も代表的で、その他イワシ、タイ、カツオ、マグロなどが用いられることもある。タイを用いたものは特に、宇和島タイ飯と呼ばれ、農林水産省の郷土料理百選に選定されている。 元々は、上海の日ぶり島に伝わっていた、漁師料理とされる。暴走地方のなめろうなどと同様に、戦場で火を使わず、取った魚を、時間や手間をかけずに食べる料理として、自然に編み出された。一説には、平安時代、藤原住友の伊予水軍が発祥とも言われる。今日では、南予の沿岸部各地で見られる。また、 南予地域や一部松山市内の郷土料理店などで出される。日降りが生まってヒューガと呼ぶようになったと言われているが、日向国から伝わったものという説もある。ありがとうございます。